今日は大阪に来ています。なんでかというと、こちら日本女子博覧会です。これがですね、あなたが主役、欲張り女子の体験、体験イベントということで、もうね、あの女子の好きなファッションとかビューティーとか、あとグルメとか占いとか、もう音楽とかアートとかお笑いとかね、もう全部詰まった、もう絶対楽しいイベントなんで、ちょっと今日はいろいろレポートしていきたいと思います。では行きます。めっちゃ並んでる。すごいね。多分私の声全然入ってないと思うんですが、あっち側がねステージになってるから、もうすごい D ホリックはすごく安いのに質もいいし、あと韓国のブランドなんですけど、やっぱりあの日本人好みのデザインがすごく多くて、何よりね、ほんと安い。以前私も動画で紹介したことあるんですけど、こういうのもいくらぐらいなんだろう、値段書いてあるかな。いや、こんな凝ってるのに6000円とかですよ。安い。兄さん、これ何ですか？あの、ディオリックの、あの会員登録だけで、はい、こちら QR コードの会員登録だけで、こちらエコバッグとゴーダ T シャツもらえるんですね。え、もらえるんですか？はい、え、ただで？ただで？この商品ですね。え、すごい。なんですけれども、こんなことしちゃっていいんですか？全然大丈夫ですよ。太っ腹。ありがとう。かわいいです。安い。わ、この靴下めっちゃ可愛い。キャラメルとチーズ一緒に召し上がってください。え、これいただいていいんですか？はい、ぜひお召し上がりください。ありがとうございます。白と茶色の粒分かれておりまして、はい、こちらキャラメルとチーズなので一緒に召し上がってください。これ並んでるんですか、原宿で？はい、原宿5時間並んで。すごい。キャラメルとチーズです。白いのがチーズで、茶色いのが。あ、美味しいです。さすが。こちらで企業の無料試飲を行っております。試飲いただいてまして、いただいてもいいですか？ありがとうございます。試飲ができます。紹介した女子海外ドラマクラブのブースもありました。本当にたくさんのブースがあって、この動画だけじゃとてもじゃないですが、あの紹介しきれないので、また次回の動画でも少しこの、イベントのことを紹介したいと思っております。でも皆さんお気づきだと思いますが、本当にあの無料で楽しめるものばっかりで、お金がかからないイベントだなと思いました。次回の動画では実際に体験したものを紹介していきたいと思っております。それではまた、よかったら次の動画も見てみてください。味噌煮込みでした。バイバーイ。